お願いします。七押忍の和上信です、えー。ちょっと2本ぐらいですね、えー、僕の実体験をしゃべらせて、えー、いただいたんですけど、ちょっとここらで、あのー、僕の父親のお話させていただこうと思います。えー、僕の父親なんですけど、お元僧侶なんです。 で若い頃に仏門入って、えー、もう20代前半にはもう一回仏門抜けてるんですけどその若い、えー、その僧侶時代に一応そのお葬式できるぐらいまでのおランクっていうのもおかしいですけど。 だからそのあたりも行けてらしいんですだからおあの普通に、あのー、お葬式、えー、やってたらしいんですで僕そういったあの宗派とかちょっと宗教とかちょっとよくわからないんであれなんですけどなんかあ当時その父親があ、まあ、葬式行っていたような時代ってなんか葬儀場でわざわざするというよりも、えー、家の中で。 今ちょっと大きい今のところにもう棺お置いて祭壇作ってで親族たちが集まってとかで団地の集会場でやったりとかなんかそういうパターンが結構多かったらしいんですね。で父親あ一家のお葬式会場を向かってね、えー、お葬式で、えー、まあね、えー、お経隣に行ったらしいんですけど結構ねあのー、お坊さんこうお経を唱えてる時って。 意外とね。余計なこと考えてるらしいんですよ。あの親、ー、父言うてたんですけど、もう口から出てくるんですって。お経はなボーってこうね。お経を舐め、俺に言うかこうバーって言うてる間に。ああお腹空いたなとかこう考えてしまうらしいんです。ダメらしいんですけどねで、その時もちょっと。ああ、お腹空いたなと思いながらこう。お経を唱えてたから周りをちょっとね。あのー、意識して見える状態だったんですって。 で、こうお経を唱えながら、あでこう唱えてたら、なんか自分のね、この顔の横を何かがスーって通っていったらしいんです。で、キョロキョロするわけにはいかないんで、あ、なんか通っていったなあと思いつつ、さりげなくこうずっとお経を唱えてますよ。お経を唱えてながら、その伸びていった何かを目で追っていったらしいんですね。で、目で追っていっ そのビヨーンってこう伸びてるこれの先に男性の顔ついてたんですって。でその男性の顔がこう缶おあるじゃないですかで缶おのちょうどご遺体のこの顔を開けるこここの上のところにその男性の顔が止まって笑ってるんですって。で うわ笑ってるわと思ったらスーって戻っていったらしいんですね。うわなんや今のえ。参列者の中誰かこう首伸ばしたやつおんのかなとか。なんかいろんなことを考えながらそのお式はいっ 一旦あのー、参列者の方に、えー、自分がこう向いていとこうお話をすする時間になったらしいんで,すで、えー、そのお話をする間にさっきの棺護けのいてた顔の犯人というのもおかしいんですけど誰かいてるんちゃうかと思ってキョロ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 しながらそいつのを探したんですって。そしたら その顔自体、えー、その顔の持ち主はいなかったんですけど一人ね気になったやつがいたんですって後ろの方です後ろの方でちょっと若めなんですけどずーっと下向いておえつ漏らすぐらい <laughs> <laughs> 泣いてるんですってめちゃくちゃ泣いてるやんってで生前だいぶお世話になったんやろうなとか思いながらとりあえずお葬式は終わりましたで、お葬式終わったらもう 親父も若かったんで一刻も早く帰りたいんですけど「お坊さん待ってください」言われて「お寿司食べていてください」みたいなようあるじゃないですか田舎とかでねこうお坊さん交えて家族たちとお寿司食う会みたいな。 でそれにこうねおやじいざなわれたんでもう仕方なくもうとりあえずお付き合いしたんですってでねあのお寿司食いながらこのこの辺に座ってるおっさん2人のねしょうもない会話が聞こえてくるんですってでこう亡くなったね、えー、男性、えー、おそらくその家の旦那さんなんですけどその旦那さんと奥さんがこうなんか喧嘩しとってなみたいなそういうしょうもない話が聞こえてきて「あもうはく帰ろうかな」と思って「ああも,もうええわもう帰ろう」と思ってねでこう立ち上がって自分の持っていたカバンを持って。 入り口の方に向かって歩き出ししたらしいんですそしたら長机の一番先端に飯食うてる時にはそこにはいなかったんですけどさっき葬式の間おえつ漏らすぐらい泣いとったその男性がその長あ机の先っぽのところに座ってまだおえつ漏らしながら肩揺らしてるんですって「<laughs> いやどんだけ泣いてんねや」と。 親父は一瞬止まって、そういうことを考えながらうわめっちゃ泣いてるやんと思いながらその男性見ながらこう歩いていったんですねそしたらその歩いていく速度と同じようにその応えつ漏らすように肩揺らしている男性が顔をゆっくり上げてきたんですってそしたらその男性応えつ漏らすように泣いてたんじゃないんです笑ってたんですって<笑>,笑ってたんですっていやこいつ笑ってたんやと思って。 めちちちゃゃく気持ち悪いなと思っっったたら足止まったんですってで、すて。その笑ってる男性がスッて立ち上がってなんかね歩き出したらしいんですどこ行くんやろうと思ってその男性をめで追ってたんですよそしたらその男性さっき親父のそばでご飯食べてた寿司食うてた男性2人の片方の方の男性の顔をこうやって覗き込んだんですおかしいんですよ こんなそばで覗き込まれてんのにその男性リアクションしないんですってその笑ってるやつおそらく親父にしか見えてないんですよそれ気づいたらもう怖いからもうその家から出て帰ったらしいんですねそっからしばらくしてです小さいねあの街、ー、なんでありとあらゆる情報がお寺に入ってくるんですってあの人が亡くなったとかこの家に不幸があったよとか そしたらね一個亡くなったあお知らせが来たんですその亡くなった男性その顔を覗かれた男性だったらしいんですここからは親父の考察ですおそらくあれ死神やったんちゃうかなと覗き込んでニコニコしてで自分の思惑通り亡くなったやつの葬式に覗きに来て 棺桶から死んでることを確認してまた笑ってる。おそらく死神だったんじゃないでしょうか。以上です。はい、ありがとうございます。はい。<music> また怖い話し。<laughs> めちゃくちゃありますよ。この前も実家帰ったときに。僕子供連れて家入るじゃないですか。だから親父がこう玄関の方を覗き込んで、おお、怖い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 ,ごいって僕呼ばれるんですよ。で、こんにち入る入るって言って、そこ座りって言われて、座った瞬間に背中バーンって叩かれたんですよ。二体ついてたって言われました。親父が言うには、もうこういう仕事してるから。みんなついてるって言ってましたよ。あのー、特に。この初耳のメンバーだと。 あの川口がやばいと親父言ってました、ね、結構ついてるらしいですうんなんかえっと元僧侶ということで、えー、父親は何かがあるために、まあ、例えばお盆であったりとか、えー、お正月であったりとか。 えー、先祖に向けて、えー、供養をしているみたいで、でそれをすることによって、えー、まあ親族いじを守られ守られてるんじゃないかなと僕は思ってて、でまあその親父の教えを受けてまあそうお盆とかそういったお祝い事の時はあ生きてる人だけじゃなくて、えー、まあ頭の中で先祖の方に感謝するっていうのは僕は心がけてはいますね。いやそれはした方がいいと思いますよ。仮に僕が亡くなったとして。 あのね自分のね後の人たちがあのー、自分のことないがしろにしてたらはって思うじゃないですか。だからやっぱり僕のあの上の人たちにはやっぱ感謝はしないとなと思います。そうですね。あのー、親父名言を残しまして。 あの幽霊に物理は有効だっていう名言を残してるんですけど僕小さい時に親父とあの散歩してたんですよでほんまに僕小さい時ですよで散歩しててで帰り道違う方向から帰ろうって言っててでこの路地から帰ってみようって言ってちょっといつもと違うところを俺指さしたんですよそしたら親父が「ここあかんあかん」って言うんですよ「えなんであかんのお父さん」って「いやいやこれなんか聞こえるやろうなんか足音するやろ」って言うんですよ「えー、何も聞こえへんお父さん」って「いやよ耳すんまして聞いてみろ」っつって。 ほら来来たた近近近寄寄寄っっっってててててててるるる言うんですよそれに煽られて耳に聞いてみたらパタ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 って足音聞こえるんですよ。でパタパタ聞こえるパタパタ聞こえるってパッて見たらちっちゃいおっさんがこっち向かって歩いてきてたんですよ。うわお父さんなんか歩いてきたって言った瞬間に親父そいつバーン殴ったんですよ。パシュって消えました あのー、僕がまあ聞いた話とかいろいろ助言いただいた中であこれええなと思ったのが1個あって家ってやっぱり自分が安らぐねスペースじゃないですかでその家の中に入れることがよくないとだからもう家に入る時にもうその日あった嫌なこと全部一回もう忘れるんです。 もう全部忘れてもう今日は楽しかったってもう全部ポジティブな考えになって家の中入るとついいてこないです実践してみてください。